皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました北井選手の名前でございます。今日はの松村監督さん、そしてまた大井町さん、そして原田純記者さんと一緒にですね、この同志賞にご参加をすると光栄になっている人でございます。ただいまご紹介ありましたように、もう北井新数でもう試合をするで50年以上になるわけ、まあ、水準まで知ってるんじゃないかなと思いますが、最後に知らせてないというなところもあるわけでございますが、ちょっとあの今回の映画についての話して、まとめてきましたので、若干説明させていただきたいと思います。今回このものづくりの町日立、そしてまた桜の町日立のルーツを描いたのといえる、マリッタ二郎先生の名作、ある町の高い煙突の映画が、松村監督さんによって進められますことは無理ない曜日だというふうに思っております。この作品に改めて光を当てていただいたことに深く感謝申し上げたいというふうに思いますし、またどのような素晴らしい映画が生み出せるかとても楽しみに大いに期待をしているところでございます。さらにはこの場に原田純局長がおりますけれども、市民の皆さん方が一緒になって手作りで本当にこの映画を完成させていくという極めて大事なことでございますので、これを皆さんと一緒になってこの作品を完成させていきたいというふうに思っております。そしてそれぞれ皆さん方の心の中にしっかりと思い出として記憶に残るようなものにしていきたいなというふうに思っているわけでございます。平和通りと神田公園でございますが、日本の桜名所100選にも選ばれているところでございまして、この桜のルーツはある場所の高い煙突と深く関わっています。後に日立鉱山の4代目の所長となられた加藤弥太郎さんという方がおりますけれども、会社において園内など地元の問題を解決する組織として辞書係というものを設置をいたしました。その試験研究機関として明治42年に農地試験庁をですね、会社に設置をいたしたわけでございます。ここで煙と植物との間の因果関係を探りまして、適正な保障にも役立てているといった状況があるわけでございます。煙に強い植物の開発、そして苗木の育成などを行われたということでございますが、加藤さんは伊豆大島の噴煙地帯に大島桜が自生することに着目して、塩害によって緑を失った社宅の環境を少しでも回復しようと、大島桜を植えただそうでございます。で、大島桜の苗木は、初めは伊豆大島から取り寄せておりましたけれども、山林の職人には大量の苗木が必要となってまいりますので、農場で失敗を繰り返しながら苗木の育成を試みて、ついに成功したということでございます。大正4年に大煙突の使用を開始しておりまして、園内の状況が一変いたしますと、加藤さんは直ちに山々への植林を開始をいたしました。大島桜の植林面積は合計で595兆、約6平方キロメートルと報告されておりまして、なんと260万本が植樹をされたという記録がございます。で、また大島桜の苗木がまず育つようになると、この苗木にソメイヨシノを接ぎ木いたしまして、桜の苗木を多く作って、大正6年頃に社宅や学校、道具などに約2000本を植えたというようなことでございまして、このような取り組みが桜の町日立の歴史の原点でございまして、市民が誇る日立らしさの源となっているわけでございます。このように大島桜は日立市の桜のルーツであるということも言えるかというふうに思っています。皆さんご案内だと思いますけれども、桜名所100選にも選ばれた神江公園の頂上西側には荒れ町の高い煙突の文学碑が立っております。平成元年11月に日立市で50周年を記念して建てられたものでございまして、この文学碑には新田二郎先生が大煙突の建設にまつわる話を聞いて深い感銘を受けたことが記されております。そしてそのお隣には大煙突の記念碑が立っております。この記念碑は平成5年の2月に大煙突倒壊から1周年の平成6年2月に有志によって、常在によって建てられたということでございまして、
まあ、記念碑には平成5年2月19日午前9時3分地上57メートルを残して上部崩壊という形でこの記念碑に記されているということでございます。私もその平成5年2月19日はとても忘れられないところでございましたが、その日はとっても青空で澄み切った素晴らしい天気でございました。突如としてこの煙突が上部の方から崩れたわけでございますが、この煙突って日立新聞のことが本当に思ってくれてるなと思ったのは、前に倒れないで後ろに静かに倒れたんですよ。これが前に倒れたら、まあいろんな被害があったと思うんですけど、後ろ側に静かに本当に役割を超えて倒れてたんですね。そんなことを思うと、この日立市の町をこの煙突って本当にしっかりと守ってくれていたんだなということを改めて感じまして、この倒壊した日は私にとっても忘れられない一日となったことでございます。また煙突はどれだけで日立市のシンボルであり、日立市にとっては日常生活のまさにランドマークだったというふうに思っております。まあ、現在でも市役所の新庁舎新しく建て直しましたけれども、西側の方からはその近くだった煙突が今でも見えるわけでございまして、今でも会社の方としてはお使いになっている状況があるわけでございます。まあ、そういった形で、まあ、この大煙突にまつわる物語というのは日立市の原点でございまして、そのかけがえのない歴史が映画という形で新たな魅力を持って描かれて、市民はもとより、そしてまた全国、そしてまた世界に発信されていく、またとない機会となるわけでございまして、松村監督に大いに期待をしているところでございます。この日立市ではあるいはその高い煙突のストーリーのように、先ほどからお話ししておりますが、やはりこの日立市の町というのは市民と行政と市民と企業と行政が三位一体になって取り組んできた歴史があるわけでございますので、これからもこのづくりの町、桜の町、本当にこういった過去からしっかりと学びながら、これから先こういったことを先につないでいくのが今を扱う我々の仕事ではないかなというふうに思います。ぜひともこの完成を楽しみに待ちましょう。そしてまたこの日立市をこの映画の発信によって大いに全国に発信していきたいというふうに思います。市民の皆様方のなお一層のご支援を心からご記念申し上げまして、私からも感謝させていただきます。ご清聴ありがとうございます。